皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、お金があるから、時間があるからうまくいくという大きな勘違いというお話をしたいと思います。何か授業をやろうとかいう時にですね、まあ、例えば教室開業とか新しく授業を起こすとかっていう時に、まあ、大体何かそれの障害になる話として多いのが、まあ、お金がないからできないです、時間がないからできないですっていうお話とかが多かったりするんですけれども、もちろん最初から費用が潤沢にあるっていうケースはおそらく少ないはずなんですよね。特に、まあ、インターネットビジネスもそうですし、自宅教室開業とかっていうのは店舗を持つっていうことに比べると借金を抱えなくて済む状態からスタートできる可能性が非常に高い、あの職業の一個になりますので、まあ、そういった意味ではお金はかかりにくい方ですね。例えばパン屋開業とかエステサロン開業とかいうと、やっぱり数百万から下手すると1000万単位のお金が動く、まあ、融資を得て、事業計画書を出してっていうようなケースが非常に多いことを考えると、自宅開業ってもう本当に明日から開業しますって言ったら極端な話できてしまいますので、開業届を届ける届けないは別としてです。そう考えるとですね、とても気楽に開業はできてしまいます。とはいえ、例えば何かを進めていこう、何かをしていきたいっていう時に必ず出てくるのがこの2大要因ですね。障害と言われる2大要因なんですけどね、お金がないから、時間がないからっていう話がよく出てきますので、まあ、その考え方ですね、そちらについて今日はお話をしてみたいなというふうに考えています。まずですね、開業初期にものすごく潤沢にお金がある方っていうのは割と少ないですね。それが例えば会社員からの、まあ、転職というか独立だったとしても、主婦からの独立だったとしても、潤沢にお金がある方っていうのは、まあ、例えばもう家もすごいサロンになるような立派なものがあり、しかも旦那さんがほとんど家にいない、出張でいないから自由に家を使っていいよみたいになってるような状態 でお金の方も、まあ、月に何十万も振り込まれるみたいな状態で好きにできるような状態の方でスタートするのであれば多分大丈夫ですけれども、おそらくそういった方は本当に稀だと思います。通常は例えば会社員をしてました、辞めました、自宅で開業します、で自宅が家族の反対があって無理だからスタジオでやりますとか外に借りてやりますっていう方がいらっしゃるケースと、まあ、本当に専業主婦から一念発起をして自宅教室を開業しようとかっていうことでやったりとかするケースもありますけれども、まあ、どちらにしてもお金っていうのは店舗経営をするよりは全然少ない資金でできるはずです。でちなみにじゃあ私の場合どうだったかっていうと、会社員からの転職ではありましたけれども、そのためにものすごい独立開業の資金をたくさん貯めてたわけではなく、まあ、最後にいただいた退職金ですね、こちらの方をどれぐらい使ったかな、70万くらい使ったでしょうか、初期としてですよ。まあ、何に使ったかっていうと、テーブルとか椅子とか、教室をやるための広いテーブルとか椅子が欲しかったんでそちらとか、あとオーブン新しく買うとか、コネ板とか綿棒とかそういうものをこまこま揃えていったり、あとパソコンとかも自宅でちゃんと高スペックなもので仕事にできるようなものとか買ったような気がするんですけど、そんなもの合わせてって70、80万くらいですかね。まあそれでも店舗経営するよりは全然安かったと思います。でそれ以外に知識ですね、知識を身につけるために出てってるお金、セミナー代とかですね、まあ、講習代とかそういうものは結構よく出てってます。今でも出てってるし、開業当初とかも結構使いましたね。必要だなと思う知識、今後も生きるなっていう知識、例えば、それがウェブ系のものとかで30万とか50万とかそういうお金で出ていってますしね、回収しようと思ってやってるわけですけど、で実際に教室が始まった後でも学びを追加するために写真教室に行ったりとか、なんとか教室に行くとか、でなんとかセミナーに行く、コンサルタントの先生にお支払いするとか、まあ、いろいろお金はかかっていってましたけれども、要はそのお金を支えるだけ、出ていくお金を支えるだけの収入がなければ当然支えることができませんので、ないなりきに優先順位を当然考えなくてはいけないですね。
それで例えば私の場合には会社員だった時から半分くらいになりましたので、まあ、収入入ってくるものを当然増やさなくてはいけないということと、支出を減らすこと、これを同時にやらなくては、半分になるものに対して家計が耐えられない状態になりますね。で、私の場合には、基本事業の、回していくお金と家のお金っていうのは別、本当に切り分けていたので、家になるべく今までと影響なくするということは、そのお金を家に流し込まなくてはいけなかったので、それだけのボリュームの集客と収益、まあ売上高全てが必要になる状態だったんですね。ですから、まあどういうことをしたかっていうと、当然その勉強した知識、ウェブの方の知識に関しては、まあ、ホームページ制作みたいなのをフレームは作ってもらっても、更新は自分でやるとか、ブログとかも、カスタマイズ本とかを見ながら、自分でアメブロでしたけどね、当時は。で、カスタマイズしながら作っていくとか、お金がない人は時間を使うしかないんですよ。で、時間ができてくると今度自分の時給単価がもったいなくなるので、お金を使って誰かにお願いするっていうケースとかも出てきます。起業当初は時間はある人が多い、まあ、ないっていう話もありますけれども、ある人が多いです。ということは、その分お金に換算する部分の労働を自分でやる、まあ、後で誰かに頼む場合でも必ず自分でやったものを頼む方が絶対にいいです。これは私の経験値ですね。私は人に外注さんにお願いしている作業のほとんど全ては自分で、時間はかければ行うことはできるものをお願いしています。一個だけできないものは、株式会社の方の、税務関係の決算書を作るとかですね、あとは年金事務所とのやり取り、税務署とのやり取りのものすごい分厚い量の、提出書類、あれは私できないですね。ここはもう税理士さんがマッサージを投げるっていうことはないですけど、しないですって言われたら違う税理士さん探してどうにかするしかないっていう領域で、他のいわゆるブログをどうする、ウェブをどうする、何かをどうするの基本的な範疇は、時間をかければどうにかなることを人にお願いしています。ですので、起業当初はですね、経験ということもあって、絶対自分でやった方がいいです、遅くても。で、慣れてきたら人に渡すっていうことをして、身軽にして本業にやっていくっていうのがあった方がいいと思うんですよね。だから当然そのお金を稼がなくてはいけないので、まあ、会社員だった時と同じ日数を働こうってもともと決めて私は動いてましたので、次に22日から26日稼働っていうことで、日程を空けるわけですよね。だから月金は少なくとも普通に働くイメージです。月金働いて4週だと20日ですからね。で、それに、まあ、土日系のどっちか動いて、週7働くよう、あ、週7じゃない、週6のところが2回入ってくると22っていうことになるので、26っていうことはさらにどっか働いてるっていうような状態。働くのが全ていいとは言いませんけれども、それぐらいの日を自分が空けてしまっているので、そこに見合うボリュームの集客をしなくてはいけないですよね。なので、構成を引いてっていうふうにやったのは、まあ、私のやり方ではありました。ですので、お金は、当初から、そんなにものすごくある人っていうのは少ないわけなので、そこに見合うように必死に集客、ないしは、企画を作って、コースを作って、それを拡散していくっていう作業を地道にやっぱりやらなくちゃいけないので。お金があるからできるとかっていうのは、確かにあったらできることもあるけれども、起業当初はそんなない人がほとんどなんで、このスタートラインは基本一緒になりますね。だから、お金があの人はあるからできるとかいうふうに思うのは大きな勘違いで、あったからってうまくいくとは限らないんですよ。なぜうまくいかないかっていうのは後でちょっとお話しますけれどもね。で、もう一個、時間です。時間に関してはどれだけ時間、自分の時間を把握して切り詰めていくことができるかっていう、その時間管理の、なんだろうな、自分に対しての厳しさっていうのは、会社員以上に自分で自分をコントロールしないと、時間ってだだ流れになくなっていきます。で、例えば すいません 会社員だった時にはタイムカードがあったり、上司の評価があったり、同僚の目があったりするから、緊張感を持ってできるっていうタイプだった人は、自営になると崩れますね。
自営の方は自分どうにでもできるから、誰も文句も言わないし、誰も見てでやってないじゃんって言わないんですよね。だから自分が自分を律して、きちんと動いていくっていう自己管理ができる人じゃないと、時間ってどんどんなくなってきます。で、特に家族との絡みがあって、自宅でできるから時間が有効に使えるってことを選んだ方は、その家族とのやり取りの時間をどううまく活用するかっていうのを、違う新たな切り口からですね、やっていかないと、まあ、家で仕事をすることによって、逆にですね、外で見えなかったものが家で見えてしまうことになるので、家族関係が悪くなってしまうようなタイプの方もいらっしゃいます。ですので、自宅で子供と一緒にいられるから、自分の時間がもっと横に使えるからという感覚で自宅開業とかをしてしまうと、案外時間も足りないし、お金も入ってこないっていう焦りとか、辛い気持ちとか、そういうのも同時に味わうことになるので、時間がある、要は会社を辞めて時間ができるようになったからうまくいくというものでもないです。時間はやっぱりちゃんと自分が緊張感を持って時間をコントロールするっていう観点で見ないと、本当になくなっていくんですよね。で、本業以外のことでも案外やらなくちゃいけないことが多くて、ウェブの集客もそうですし、アナログで言うと、例えばおはがきを書くとか、そういうようなお礼状を書くとか、そういったアナログな仕事も出てきますし、私の場合、会社辞めて一番これしんどいなっていうか、面倒だなっていうふうに思ったのは、経費関係の精算とかの、取りまとめですね。今まではその事務みたいな、営業事務の子がいてて、その子にちょっと軽く交通費精算書を書いたら、まあ、それを本部の方にこう上げてくれてとかってやってましたし、その細々してる、まあ、お金の面ですね、それこそ光熱費払ってとか、いわゆる固定費って言われているものとか、あと、まあ、販管費で、営業に関わって金額がどんどん変わっていくような、まあ、例えば交通費とかもその1個なんですけど、まあ、そういうのを全部こうまとめてって、月ごとに精算して、台帳に入れていくみたいな、まあ、そういうのもやり始めるわけですよね。自分でやると数字が把握できるからもちろんいいんですけれども、今まで部長職とかでやってなかった、お任せしてたところのね、自分でやることになるから、それはやっぱりそれなりに面倒なところはありましたけどね。だって郵送するとか言ったら、宛名書きとか自分で書いて、封筒に、ちゃんと量を測って切手を貼るとかいう地道なこと、そしてポストに投函とかね、そういうのも自分でやるようになりますので、その動きがやはり全然変わってきますよね。ですから、その時間がっていう部分で言うと、まあ、自分でしっかり時間を管理できる人でないと、自営になった時にやはりうまくいかないんですね。ですから、うまくいくのはお金と時間があるからうまくいくんじゃなくて、自分でコントロールをすることができる人がうまくいくっていうふうに思っているんですね。そしてさらに、もう一つ言うとですね、私のところにいらっしゃるクライアントさんっていうのが、うまくいき始めた人とか伸びてる人っていうのは、皆さん別に優雅に暮らしてた人とか、お金があったからっていう人ではなくて、むしろ逆で、まあ、崖っぷちと言えばいいんでしょうかね。これでもし自宅開業何年かやってきてて、今年例えば私と出会って、頑張る1年にしよう、そしてこの1年で成果が出なかったらもうパートに戻ろう、会社に戻ろうという背水の陣で入ってる方、または逆に、もうサロンとかをきれいに作り直してしまったので、その借金を抱えた状態で、さらにこれぐらい最低月稼がないとやっていけないっていう状態で入ってくる方とか、あと今はお金はないんだけれども、取り急ぎ学び、その収益化をした状態で軌道に乗せて、早く自立した状態でなっていきたいっていう思いを持って入った方
だから分割払いでスタートするわけなんですけどね。要は分割払いってことは、その私の、教えてる期間より分割払いの方が長いので、それ以上さらに長くお付き合いをしたいというふうに思うと、倍近い金額をその後ろの方で払っていくことになっていきます。そうなるとここの6ヶ月の間である程度成果を出していかないと、ここの支払いが非常にきつくなるっていうような状態でスタートされている方とかが結構いらっしゃるんですね。そう考えると、後ろがないっていう真剣さがある方の方が、まあ、取り組み方とか時間の使い方とか、その時必死にやらなきゃいけない必死さが結果としてうまくいくバネになるケースが多いので、私はお金がむしろあったり時間がある人の方がうまくいかないケースが多いなというふうに考えてます。多分お金を使うことのシビアさがわからないでお金を使っちゃうとか、よくある例は、例えば独立しました、ホームページがないと集客ができない、まあ、いろんなものを読んで知ったりとかするんでしょうけど、それでもうすぐに業者さんに頼んで30万50万払いました、でも全然集客できませんって言って私のところにいらっしゃる方とかもいらっしゃいます。それはだから下調べとかもちゃんとしないといけないですし、そもそもホームページを作るっていう部分においては、自分がどういう教室を作っていきたいのか、どういう仕事でやっていきたいのかっていうのがきちんと分かっていないと、結局業者さん任せでやってもうまくいかないので、まあ、そういう死に金というか、うまくいかないお金の使い方になってしまうというケースがありますね。次、時間です。時間も会社員から独立した方はまずね、解放される喜び感に浸るケースが多いですね。だから今まで縛られてできてなかったことができちゃうようになっちゃう。例えば月曜日から金曜日まで普通に会社に行っていて、7時とか8時とか9時とかそういう時間に帰るしかなかった人が前日空いちゃうわけですよね。そうするとできなかったことをやりたい気持ちが出てきちゃうのがその1パターンです。例えば習えなかった習い事平日に3つとか入れちゃうとか本当に自分がやろうとする授業の前にそっちをやってしまう。だからこれはお金もあって時間もあるからできちゃうんですけどね。そうするとそれがそれで楽しいんですよ、きっと。多分今までやってなかった、抑えられてたものがあるから。だからまあ自分にこれは学びっていうことでね、自分に言い訳をしつつ、その学びに行ってしまうっていうことで、本当の授業を起こさなくてはいけないものが後送りになってしまう。まあ、そっちの方が楽しいですしね。シビアにお金に向き合ったり、シビアに集客に向き合うよりは楽だし楽しいから、だからそういう方向に走る方もいらっしゃいますし、あとは逆に時間ができてぼーっといっぱいの時間ができちゃって、開放感に浸れるのが嬉しくって、シャキシャキ会社員だった時に仕事ができていたのに、タイムマネジメントがグダグダに崩れちゃうタイプの人もいます。だから前にそうだったから、そうじゃない自分になった瞬間に嬉しくなって羽を伸ばしすぎてしまうパターンですね。だからこの点も本当に時間がないっていう人の方がキリッキリに時間を詰めてきて成果を出そうというふうに必死に考えるので、パフォーマンスはむしろ時間がない人の方がパフォーマンスが高い場合が多いです。だから見てて思うのが、崖っぷち、後ろがない人、だから自分で退路を断った人、ないしは借金をすでに抱えてしまっている人、家庭環境上どうしても頑張らなくちゃいけない事情がある人の方が、早く事業が立ち上がるし、早く収益が回せるようになっていくっていうのが今まで見てて感じる例です。なのでまとめるとですね、初めて事業を起こすときに、お金があるからうまくいく、時間があるからうまくいくっていうふうに思っているのは大きな勘違いで、むしろそう思うタイプの人はうまくいかないケースが多いです。なので、自分が今時間がない、お金がない、でも独立自営やっていきたいっていう真剣な思いがあれば、それに合わせた時間の使い方、お金の使い方ができるようになるので、むしろ成功する確率は高くなるなというふうに、見ていて感じています。ですからそれは別にハンデになるっていうことは全然なくって、むしろその後ですね、事業を伸ばしていくときに、その時の辛かった経験がバネになって、さらに大きく伸びていく時の大きな礎になる可能性があるので、今お金がない、今時間がないっていう方は諦める要因にはならないということをお伝えしたいと思います。ですので現状ですね、
時間もあるしお金もあるっていう人が、羨ましいなってもしも考えてしまってる方がいらっしゃったら逆かもしれないっていうことを理解していただいて、今の自分の状態でできるベストを、探してやっていかれるのがいいかなというふうに思いますので、ぜひそんな観点からご自身の現状の生活を振り返ってみていただければと思います。それでは。